スティバンの港ブラチ島の一ブラチ島は、クロアチア、スプリトイコールダルマチア軍の島。面積は、ダルマチア諸島中、第3位となる396平方キロメートル。島最高地点は、ビドバゴラカ、すべてビド山の778メートル。これは、アドリア海の諸島中の最高地点でもある。島全体でおよそ1万3000人の住民が、 最大の町である人口3500人のスペタルからわずか12人しかいないノボセロ村まで小規模な町で暮らしている。島にあった人の定住地の発見された考古学的な日付は旧石器時代に遡る。それにもかかわらず新石器時代以降の人類の痕跡は全くない。青銅器時代と鉄器時代にイルリア人が島内陸部で暮らしていた。 数多くの村があったが、そのどれも現存していない。紀元前4世紀、ギリシャ人による植民地化が多くのアドリア海諸島へ、本土沿岸ともども広がったが、彼らはブラチェは定住しなかった。ギリシャ人は島を訪れ、イルュリア人と交易をしていた。ギリシャの遺物は、ロジシサ近郊のビツヤで発見された。ブラチ島は、サロナからの交易路の交差する位置にあった。 9世紀長く続いた土着民族との戦いの末、ローマ帝国がとうとうダルマジアを征服した。サロナは新たな県の首都となった。ブラチはサロナに近接していたせいで大きな村も町も作られなかった。ローマ人住民の痕跡が島中で見つかっているが、彼らは常に独立した別荘で生活した。特に初期の採石場のあったシュクリプトスプリツカの間にある。 スプリツカはサロナやダルマチア全体へ石を運ぶ最重要港となっていった。スプリトのディオクレティアヌス宮殿はブラッチから運ばれた石灰岩で大部分が建てられた。そしてワインやオリーブ栽培中心の農業も同時代に始まった。スペタルミナトアバール人とスラブ人によるサロナ破壊後、ブラッチは沿岸部から逃亡してきた人々の最初の避難場所となった。 シュクリップは避難してきたサロナ住民によって建てられたと代々言われてきたが、町そのものは実際はそれ以前からある。1268年から1357年、島はベネツィア共和国を創始国とし、後にハンガリー王国の一部となった。1390年夏、この一帯全体と一緒に、島々はボスニア王、トブルトココトロマニッチの支配を受けたが、 彼は翌年に死去した。彼の死のすぐ後、ハンガリーが再び島を領有した。この時代を通じて、島の基本的な自治権と古い構造は維持され続けた。ハンガリー人が島の直接支配を望むほど島は豊かでもなく、また戦略的な重要性もなかった。地元貴族たちが行政を行い、ブラッジを治め、議会は島中心部のネレジシタで開催された。 首領は貴族の家系から選ばれた。1420年にベネツィア共和国が再び島の領有を求め、島を治める者を送り込んできた。ベネツィアはさらに4世紀もの間、1797年まで島を治めた。その後、フランス第一帝政との取引で旧ベネツィア領土の多くがハプスブルク君主国へ併合された。公用語はラテン語であった。 この時代、ボスニアの創始権は、オスマン帝国が持っており、多くのボスニア難民が島へ避難していった。多くの町がこの時代に作られ、人口が島の内陸部から沿岸部へと移動を始めた。ナポレオン戦争の間、ブラキ島は1806年に短期間だけ、ナポレオン・ボナパルトに征服された。1807、主教校であるモンテネグロのペータル一世、ペトロビチニエゴュが、 ロシア帝国海軍の支援を受け、ブラチを獲得した。しかし、1815年のウィーン会議で、島はオーストリア帝国へ戻された。ブラチはオーストリアの横領へ併合された。1867年以降は、オーストリアハンガリー帝国のトランスレータニアの一部として併合された。1918年の帝国崩壊後、ブラチは、 セルブクロアートスロベーン王国の一部となり、1929年以降、ユーゴスラビアに属した。島の人口は20世紀初頭には猛烈に減少した。ラテンアメリカ、ニュージーランド、オーストラリアへの大規模移住のためであった。20世紀の間出移民の波は続き、最近の世代だけがヨーロッパ諸国、特にドイツを移住先として好むようになっている。 夕暮れ時のポブリャ1941年、イタリア王国軍が島を占領した。島の産地では、地元のハントラがディラ戦を効果的に戦ったが、やがて占領者によって逮捕され処刑された。1943年に、イタリアが無条件降伏した後、ドイツ軍が1944年1月12日から13日にかけて島を占領した。しかし7月に、 ドイツ軍は敗退し、島は解放された。ブラチはユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成する国家の一つである、クロアチア社会主義共和国に1991年まで属し、クロアチアの独立で、クロアチア領となった。クロアチア紛争での戦いはわずかに島で起きたに、過ぎなかったが、戦争の余波で特に観光業が打撃を受け、島は悲惨な状況となった。 ブラチ島は10年にわたる長い不況から再生しつつある。ブラチ島の経済はほとんど観光業を基盤としている。しかし、漁業と農業も非常に重要である。そして貴重な石灰岩の採石も行われている。伝統的にブラチ島はヤギで有名であった。プリニュースですらブラッティア島は優れたチーズとワイン、オリーブ油を生産すると研究している。 ブラチ島一つで、ダルマチア諸島全体の約半分のオリーブ油を生産している。島にある、マチ村には、スペタル、ボール、シュクリップ、プチシチャ、スプリツカ、ポスティラ、ネレジスチェ、ドニフマツ、ミルナ、ミルツァ、ゴルニフマツ、ドル、スティバン、スマルティン、プラズニツァ、ムルビツァ、ポブリャ、ドラチェビツァ、ロジシチャなどがある。ブラチ島南部、ありがとうございます。